はい、オールザシングスユアの解説いきますね。結構みんながギターがブロックコードとピアノがブロックコードとか弾いてきて、結構リズムソロみたいになった時にドラマどうするかというとですね、結構みんな左手だけで合わせようって。もう一つ盛り上がらないんですよ。なのでシンコペーションをする。アンティシペーションの方ですね。で、このアンティシペーションの方をたくさん、ね、連続でしたり、まあこんな風にするんですけど、このギターの子は、ウガードジャーってフレーズで、要はシンコペーションの方のやつだよね。2、3、4、1、2、3、4、ドー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 。で、シンコペーションの場合、着地がちゃんと表にならなきゃいけないんで、ちゃんと着地をさせなきゃいけない。例えば、2つでも。で、相手がシンコペーションであろうが、アンティシペーションであれば、相手がシンコペーションだからこっちは合わせなきゃいけないと思ったら、こんなアドリブでは無理なんですよ。で、実際ついていけたとしても、相手が暑苦しくなってずらしてくる可能性もあるので、結局、歌を、同じようなブロックコードの歌を一緒に歌って盛り上がってる感じにしなきゃいけないのね。そうすると、シンコペーションの方は、自分の好きな時に好きな回数だけやって、ちゃんと着地して、自分のフレーズは自分でちゃんと尻拭いをするってことね。だから良くないのはまだいいけど、突然生まれて突然消えちゃうからじゃなくて、今みたいに歌歌歌歌じゃん、ちゃんと着地するとここで僕は終わりましたよっていうのをちゃんとやってほしいのね。これをやっていればどこで始めてどこで終わってもいいから、これを一回やってみたいと思います。次は、今度はアンティシペーションばっかり。アンティシペーションばっかりをやって合わせていく。これも同じ。アンティシペーションアンティシペーション終わりだから。これはレガートにそのまま戻れば全然平気なのね。何回やるかはリズムを崩さないようにしてしっかりやれば、どこでやってもこれは構わないってことね。相手は歌歌だけど、ちょうど入れ込めないでしょ。歌たたたたたっていう風なフレーズになって、ちゃんとこういう風に相手のフレーズにはまっていくからね。だから相手が歌ってやってるから歌で合わせなきゃいけない、相手が歌たたってやってるから合わせなきゃいけないんじゃなくて、相手がそうやってシンコペーションし始めたから自分もシンコペーションして、そうするとシンバルがバストラとシンバルがいっぱい鳴るじゃん。こういうのがいっぱい鳴るから、だからすごい盛り上がるんですよ。だからそれをスネアとかタムだけでいくと、長い音でみんな伸ばしてるのに短い音でしかこうみんなアプローチしてないから、だからうまくいかない。まだバストラだけ合わせるだけだったらまだいいんだけど、スネアとかタムとかは音が短く聞こえるので、全然なんか一緒に歌ってる感じがしないのね。だから相手がうちゃうかかかがんじゃんみたいなフレーズを弾いてきたら、シンコペーションを合わせていくってことですね。合わせていくというか、シンコペーションでうちでも歌うって感じでいいですね。やってみます。
感じでうまくいったかなと思いますね。この2つだけで全然十分なんですが、これ以降のやつは僕のちょっとまあ教材で使ってるので、そちらの教材の人の限定の、やつにさせていただきたいと思いますので、YouTube の方はここまで、この2つだけでね、全然できますからね、頑張ってやっていただけたらと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。